大任町が公共工事の入札結果を公表しないということはですね、やはり入札契約適正化法というのがございます。この法律に違反するものであると認識をいたしております。服部知事は今日の定例会見で、大任町が公表を義務付けられている公共工事の入札結果を非公表にしていることについて法律違反と指摘し、対応を注視する考えを示しました。非公表の理由について永原町長は今年4月の RKB の取材に対しこう主張していました。業者からいっぱい要望文が来ちゃうんだよ、はい、公表せんでくれっち、ヤクザが、はい、そうめんは何ぼかと買え、冬は数の子何ぼかと買えっち、1000円でそうめん仕入れて1万円で売るわけない、うん、それがあるき業者が情報を公開せんでくれっち。ただ福岡県が大任町で行った工事では、暴力団関係者から不当な要求を受けた事例は確認されていないということです。この問題をめぐっては斉藤国土交通大臣が先月違法状態と指摘したほか、寺田総務大臣も改善する必要があるとの考えを示しています。